チャンネル。ジョッ。さあ日本シリーズ第4戦。まあ結果から言うとですね、4対1でソフトバンクの勝ち。日本シリーズ4連勝で日本一決定。ソフトバンクホークスおめでとうございます。そしてホークスファンの皆さんおめでとうございます。というところで、まあ4連勝でね、終わってしまいましたね。まあ今日ね、フジテレビ系でザキヤマさんと副音声やらせてもらいましたけども、まあ副音声は楽しかったですけども、試合はね、4対1ということで、ちょっとね、振り返っていきましょうかね。ジャイアンツファンの皆さん、見てください。やっぱり反省ね、しっかりした上で、来年に臨んでいきましょう。ホークスファンの皆さん、楽しんでみてください。プロ野球ファンの皆さん、今日で日本シリーズ第4戦、佐々木総チェック完結です。最後まで見てください。さあお願いします。ということで、今日ね、ジャイアンツ畠、そしてホークス和田の先発で始まりましたけども、なんと初回打順をね、大きく変更してきて1番に入った若林がアウトコースからのスライダーを右中間を抜けるツーベース。おっと、いきなりね、こう解説しましたけども、打順変更がプラスに働いて一気にというところで、そして坂本がスライダーをレフトオーバータイムリーツーベース。おっと、試合は動いた、打線の変更が構想していきなり2本で1点。さあどうなるんだっていうところで、結果1点止まり。キーポイント、ここです。もうここでね、次3番の丸が打ち上げてしまってね、ファーストフライ。あそこをね、やっぱりそこを、まあ、ヒット打ちたい、連打つなげていきたい、思い切っていきたい、確かにわかるっす。気持ちもわかる、そんなバッターじゃないのもわかる。しかしここまで全く打ててない中、チームの状況も悪い、取れる時に取っておこう、最低でも進塁だ、打ってほしかったっすね。ここを、ワンアウト三塁にして次岡本、ひょっとしたらホークスの内野陣前進守備効かなかったかもしれない。まあ昨日同様ね、松原のバントミスありましたけども、まあ確かにヒット打ちたい、わかる、打っていくことが必要、わかる。でも流れ、状況、調子全部踏まえた上で、サインが出なくてもやらなきゃいけなかったことは打ち上げることじゃない、進塁だ。ここで進塁だがね、あって三塁に行けばっていうところで打てなくて、ランナー進塁できず、で続いて岡本三振で、ウィーラーフォアボールで、中島、小林対オマリーを彷彿させるような、粘って粘って粘って、なんとか必死で食らいついて14球粘るも、最後は三振1得点。まあ確かにね、わーっと上げていくぜっていう、1点取ってよかったなっていう感じもありますけども、正直2点目欲しかった。しかも取れる可能性が十分あった中で進塁打打てないで、その後もね1本出ないっていうところで、まあ1点止まりで、その後なんとソフトバンクワンアウトから中村晃ライトのね、思いっきり引っ張り込んでツーベース、そして柳田が初球のフォークボール落ちなかったところをフルスイングで弾丸ライナードン、フェンス直撃もしないでスタンドイン、テラスに入ることなくスタンドインでツーラン、一気に流れを引き戻される。あらららららまた今日もかっていうね、せっかく巨人に傾いていい流れを柳田の一発で、まあ、ひっくり返して、はいホークスペースってなってしまったね。初回の攻防に見えましたね。この柳田のホームラン見た時に、やはり2点目ね必要だったなと思いましたね。そして2回、ジャイアンツもここをしっかりね、先頭田中、まあ昨日ね吉川が出てたけど、ここも打順変更して田中がね入ってセンター前ヒット、よーし反撃いくぜと、で岸坂バンドと、でワンアウト二塁で、そこから増田センターフライ、若林センターフライと、ここでも1本出ず、このやっぱりチャンスを作るぞ、もう1本出ずっていうところがね、やっぱ結果的に1戦目から4戦目すべてこうだったかなと、そしてその裏ワンアウトから牧原がまたね引っ張り込んで、ライト前でマッチがね三振してツーアウト一塁、甲斐がワンボールワンストライクからストレートフルスイングで、ちょっと甘みに入ったところ、こちらもね弾丸ライナー系で、レフトポールギアスタンドイン、極めつけの2点。まあこういったところがね、やっぱこの4試合ホークス出たかなと。もう1番から9番までもう全員の打者がもう甘く入ってきようもんなら、もしくは初球からでももうフルスイングフルスイングで強いスイングしていくと、でそこで甘めに入ったらもうそれをねことごとく仕留めていくっていうね、まあ確かにね、まあサンチェスの時3戦目もそうでしたけども、低めのねクソボールとか振ることも確かにありました。しかし常に初球から強いスイングで待てるような体勢でバッターボックスに入ってたのも事実で、そこに甘く来たところを一発で仕留めた初回の柳田、そして2回の甲斐、素晴らしいバッティング。
グッドグッドって言ってね、いう柳田と甲斐の素晴らしいバッティング、ここで、まあ、4対1一気に劣勢、もうペーペードームはもう歓喜にもうスイープして日本一になるぞっていう空気感がね、もう序盤で立ち込めたかなと。でもね、4回またワンアウトから中島はねライトへヒットで、田中センターフライで、次ワイルドピッチで2アウト2塁でね、今日キャッチャー岸田抜擢、バッティングがいいかけるぞというところで、ここ三振。まあその後もね、あの和田が2回で降板して、その後松本がね 2回3分の2しっかり投げたっていうところも素晴らしかったですけど、まあそこも三振、そして5回ワンアウトから若林がライト前ヒットだから、ここら辺ね、この選手起用結構当たったんですよね。海田選手が田中にしても、若林にしてもねヒットが出て、でワンアウトから若林ライト出るけども、坂本ライトフライで、ピッチャー香山に代わって丸もライトフライで抑えられる。まあここら辺がね、攻撃の最大の、チャンスだったかなと。だからランナー出すも1本出ない、繋がらない。逆にホークスはもう3回以降、ジャイアンツ投手陣に苦しめられて、8回柳田がヒット打つまで3、4、5、6なるとノーヒット。だからジャイアンツもね、まあ、畑が1回3分の2、34球、4安打、3三振、無四球で4失点、甲斐と柳田のねホームラン、もうこの2本だけっていうところでね。でその後は大江1回、戸郷2回3分の1でブエイラ1回3分の1、そして中川1回3分の1と、最後中川ね柳田にヒット打たれましたけど、大江戸郷ビエイラとしっかり0点で抑えて、まあ投手陣ね、まあ昨日のサンチェスもそうですけど、まあ打たれはしましたけど、がなんとか頑張ってね、それより傷口を広げることなく、追加点取られることなくなんとかしのいだすけど、まあなんといっても打線ですね。まあ今日も6安打、まあ初回の2安打、2回の1安打、で4回5回1安打ずつで、6回以降はノーヒットと、完璧にね、ホークスの投手陣、和田、松本、そして加山、高橋で、岩崎、モイネロ、で森と、完璧に抑えられてしましたかなと。で9回もね、ワンアウト1、2塁、岡本フォアボール、そしてウィーラーがライトフライ、で中島ライト前ヒットと、ワンアウト1、2のチャンス作るも、田中がね、スリーボールから、振っていったのはいいんですけど、最後またね追い込まれて見逃し三振、前日と同じようにね。で亀井が最後セカンドフライで、まあ、ゲームセットという形になりましたけども、まあ正直完敗でしたね今日もね。なんとか初回ねいい勢いも持たしてしっかりね先制点取っていけたところをね、まあ、柳田海の、まあ、一発攻勢で大きくひっくり返される方かなと。でまあ工藤監督もね、和田を2回、まあ、そこで、ピッチャー交代して継投をつないだっていうところも良かったですし、和田もね初回本当に1失点だけで、その後なんとか踏ん張ったっていうところも素晴らしかったですし、2回もね先頭出しながらその後しっかり踏ん張れたね、なんとか1失点に抑えたっていうところでね、まあまあそこそこの仕事はできたんじゃないのかなっていうねピッチングに見えましたし、まあ全体的にねジャイアンツ打線、まあ全く機能せずっていうところが苦しかったですね。でこれはね、まあ、終わってから、まあ、前田健太メジャーリーガー投手とちょろっと話しましたけども、やはり、まあ、僕も同じ意見なんですけども、まあ、ジャイアンツの打撃陣、このソフトバンクの速い球速の投手に、全く対応できなかったっていうところで、ちょっとスピードボールに対策ができてなかったのかなと、そこに、合わせられなかったかな。で和田投手ちょっとね緩急つけながら、投げるピッチャーにはそこそこ対応できたっていうところを考えて、でその後の松本投手ってなるとまたねストレートスピードにっていうところで、まあ千賀そして石川でムーワっていうところの、まあ、この150キロ以上の投球、球をどんどん投げていく投手っていうにはほぼ対応できなかったなとっていうところが、やっぱ一番のこの日本シリーズ4連敗のポイントじゃないのかなと。まあ投手陣もね確かに打たれた試合はありましたけども、まあなんとかサンチェスで今日も継投でね、まあそのソフトバンク1試合4失点だったらまあまあ最低限かなっていうところで、打線がね、それを覆せなかったっていうのは、まあ、非常に大きな敗戦につながったんじゃないのかなと、いうところですね。なんとこの巨人がですねの記録、4試合でチーム安打16安打、史上ワースト、そして、4試合で4得点ワーストタイ、まあ、これは多分2005年の阪神と一緒だと思うんですよね。で4試合で41三振は史上ワースト、でチーム打率1割3分2厘も史上ワースト、で2年連続4連敗史上初で、シリーズ9連敗、ワーストタイ、DH 制試合セリーグ球団21連敗、そして、ビエイラが164キロ史上最速、いや160キロ以上連発でね、いや早かったですね。といったところで、まあなかなか、打撃陣においては非常に厳しい結果になってしまいましたし、やっぱりこの主力のね
やっぱ差が出た日本シリーズだったかなと。で巨人、坂本選手2割1分4厘で丸、1割3分3厘で岡本0割7分7厘でウィーラー1割5分4厘ホームラン1本、ソフトバンク、中村晃3割3分3厘ホームラン1本で柳田4割2分9厘ホームラン1本でグラシアル3割5分7厘ホームラン1本で栗原5割ホームラン1本で甲斐が2割5分ホームラン2本でキャッチャー大城1割1分1厘と、もう大きく、まあ、差が広がったこの主力の打撃、まあこうなるとやっぱりさすがに勝てないですね。やっぱ見ててもやっぱ苦しいなと、ホークス投手陣を打ち崩すことできなそうだなっていう展開にも見れましたし、完敗っていうかもう完全敗戦みたいな感じのね、戦い方になってしまいましたね。まあでもこれはもう仕方なかいかなと、ここまでね完膚なきまでに、打撃陣は抑えられて、まあ、ホームランも打たれながら投手陣踏ん張りきれずと、で踏ん張っても、そこで得点してくれないとでいうところでは、まあ、なかなか厳しかった、日本シリーズだったかなと、思います。まあこういうことでね、まあ、今年の2020年日本シリーズは、4勝0敗で、ソフトバンクが日本一という、結果になりましたけども、まあ来年以降に関しましてはですね、まあもうパ・リーグ5球団セ・リーグ6球団もうストップ・ザ・ホークスと、もう11球団がもうホークスを倒すためにチームノックを上げていくのか立ち振る舞うのかっていうところを、まあ、考えながらもう行くべきなのかなと、まあ、ホークスがね日本シリーズ、まあ、4連覇これはもうパ・リーグ、史上初というところの結果にもなりましたし、もうポストシーズンもね16連勝ですか、あの広島に第2戦に負けてから4-4-4のね、16連勝っていうところもありますし、あのまあセ・リーグの球団もセ・リーグ優勝するだけで満足することなく、その先を見据えて、ソフトバンクに勝つためには日本一になるためにはどうするのかっていうところをね、まあ、あの考えてチーム作りそして戦っていく、必要があるのかなと改めて考えさせられた日本シリーズだったかなと。あとですね、まあ、今年見てきてこの日本シリーズを見てきて今年のシーズン見てきて、セ・リーグとパ・リーグの違いそこがどこなのかと、まあいろいろね DH 制の有無とかそういったところを取り上げられてますけども、里崎が感じる新しい説、セ・リーグとパ・リーグの違いっていうところをで今後どうすることがその改善方法なのか、どうしていくことがセ・リーグがパ・リーグの、強さに追いつくのか、まあソフトバンクの強さに追いついていくのかっていうところをですね考えてこの案を出したいと思います。その動画また後日、しっかりまとめて話していきたいなと思っています。まあ、近日中には、出す予定であります。最後にですね、まあ、速報という形でニュースが入ってきましたけども、小久保裕紀さんが来シーズン福岡ソフトバンクホークスヘッドコーチ就任っていう、ちょっと驚きましたね。普通に考えてもこれは、まあ、工藤さんもね、まあ、一生監督をできるわけじゃないんで、工藤さんの次は小久保さんがホークスの監督になるこのまあ道筋っていうかラインをまあ築いていくのかなっていうような感じにしますけど、まあ正直来シーズンのホークスもね楽しみですね。そう考えるとひょっとしたら平石コーチが来年からホークスの2軍監督になる可能性もあるのかなっていうようなね推測をしますけどね、この流れ的なことを考えるとね、まあそういった意味でももうね早くも日本シリーズが終わってストーブリーグがね突入というところで、まあコーチ陣の編成、そして FA 選手たちの動き、まだ戦力外になる選手たちもね、出てくるかも分かりませんし、そしてトライアウト、いろんな意味でねまだ選手たちもシャッフルする動向を続きますし、佐々木チャンネルいかなる時もプロ野球界のニュースをスピーディーに、これからも伝えていきたいと思います。さあということで今年のプロ野球全部のね日程が終わりましたけども、本当にまあ12球団のチーム関係者の皆さん、そしてスタッフの皆さん、そして選手監督コーチの皆さん、まあなんとかね1年間終えたというところは本当に素晴らしい結果になりましたし、まあなんとかこのコロナ禍の中でね、まあもちろん感染者たくさん出したチームありましたけども、まあなんとかシーズンがね最後までできたっていうところは本当に頑張りを評価するべきだと思いますし、まあ NPB をはじめねしっかりとした運営できたんじゃないのかなと
感想したことを言えばね、プラスアルファね、医療従事者の皆さんの、毎日のご苦労のおかげで、まあ、今の日本がね支えられてるっていうところもありますし、最初は無観客試合で始まってね、ファンの皆さんも、なかなか応援できない、まあ、今現状でもねなかなか簡単に応援できない現状ではありますけれども、なんとかねシーズンを全うできたっていうところでね、まあ、これはもう全員の勝利と言ってもいいんじゃないのかというところでしたので、本当に皆さん、いろいろご苦労様でした。そして、ソフトバンクファンの皆さんおめでとうございました。さあということで、今日の試合ソフトバンクが4対1で勝利、勝ち投手松本、そして敗戦投手畠、ホームラン柳田、福岡ソフトバンクホークス日本一おめでとうございます。ということで日本シリーズ総チェック4試合やってきましたけども、皆さんどうでしたでしょうか。まだまだこれから里崎チャンネル面白い企画やっていきますので、まだまだご覧ください、チャンネル登録お願いします。そしてグッドボタンお願いします。以上、日本シリーズ2020年全試合総チェックおしまい。ありがとうございました。